同胞、徐々に近藤健介さんのヤバさがバレ始める。現代のイチロー打撃の水戸の呼び声も。あの大谷が天才って褒めてるもんな。いやーまだ。ほんま無力。トリプルゼロ達成してるやん。近藤すごいわ、あれでブサイクじゃなくて品性良かったらスターになれるな。1ヌートバー、2近藤、3大谷、4吉田、の並び凶悪すぎん。強い。強豪チームの2番打者としては史上最高レベルかもしれんな。日ハムファンがガチで憎んでるの草やわ。性格がね。でもタクシーのおっちゃんによると大谷は態度悪かったけど、近藤は礼儀正しかったらしいぞ。Y の知り合いの店に西川来たんやけどめちゃくちゃ態度悪いし飲み方汚かったやって、一緒に来てた近藤はすいませんって謝りながら一緒に片付けてくれたって言ってたわ。7億叩かれてたけど、妥当やん。